ややこしかった異変も無事解決。世間的には永夜異変、つまり夜が明けない異変だったと思われているらしいが、実は迷いの竹林の奥深くに隠れ住んでいた永遠手の連中が月をすり替えた異変だった。私たちの前に立ちふさがったのは月のウサギ霊星うどんゲイン稲葉、地上のウサギ稲葉テイ、月から来た従者ヤゴゴレエーリ、そして月のお姫様宝来山カグヤ。面倒な相手ではあったが、人間と妖怪が手を組んだ私たちの敵じゃなかったってことだな。幻想郷は元の日常を取り戻した。のんびりと夏を楽しむ私たち、しかしそこへ異変を起こした張本人の永遠帝から招待状が届いた。永遠帝が挨拶を兼ねて肝試し大会を開くとか、誰でも参加可能で豪華な参加賞がもらえるという。しかし招待状の2枚目にはこう書かれてあった。あなた方だけ特別に大会の裏に隠された真の肝試しにご招待と。お集まりの皆様、本日は永遠帝主催大納涼肝試し大会にご参加いただき誠にありがとうございます。これを機会に新たに幻想郷の仲間入りをした私たち永遠帝をよろしくお願いします。迷いの竹林の中にこんなお屋敷があったとは。しかも先日の異変とも関係あったとか、こんな大スクープをみすみす逃すなんて、シャメ丸あや一緒の不覚。さあ、肝試しの参加者まだまだ受付中ですよ。間隔を空けて順番に出発してもらいます。楽しみ。レミはもう出発したんでしょ。昨夜はまだ来てないの。すぐ後から来るって言ってたんですがね。肝試しコースはこの迷いの竹林、チェックポイントは案内人の小屋、そこにお蓋を貼ってこの永遠帝肝試し会場に書いてくればゴールとなります。コース上には竹林に迷い込み出口を求めさまよいながら死んでいた生き倒れたちを葬った墓地があり、無念の思いを抱えた霊が今も現れると言いますが、こんなものは妖怪の皆様にとっては日常茶飯事でしょう。まあ怖い。優子様、自分が幽霊じゃないですか。
また迷いの竹林には一年のうち今日のこの日だけ肝試しルートに現れるという不老不死の怪物の伝説があります。気をつけてください。パクリと行かれちゃいますよ。チルノちゃん、もう帰ろうよ。大丈夫だって、うん、そして出会う端から見境なしに妖怪を退治する恐ろしい巫女が出ます。これが最も危険が大きいので出くわしてしまったら一目散に逃げてくださいね。やっぱり帰る。大丈夫だってば。悪質な作り話だわ。やあね、演出演出、イベントなんだから盛り上げないと。私は参加しないからね。一応見に来ただけ。あんたらも人間に迷惑かけない限りどうでもいいし。そこはちょっと残念なのよね。霊夢、こっちのお酒はどう？月のやつよ。妙な薬とか入ってないでしょうね。不老不死の放浪の薬はもう作りませんよ。姫様にとんでもない迷惑をおかけしましたし、他にも事故が起きてますので。月の英知エリンは遥か遠くの物事を見通すんだけど、近くの物事が目に入らなくてやらかすのよね。お恥ずかしい。よう、昨夜。レミリアならもう出発したぜ。真の肝試し狙いで。あら、マリさん、あなたも招待状もらったのね。大会の裏に隠された真の肝試しにご招待。肝試しの夜に現れる不老不死の怪物を倒し、その生き肝をゲットすればあなたも不老不死にって。ああ、不老不死にはそこまで興味ないが、そんなすごい妖怪は見てみたいし、すごいお宝なら一度拝んでみたいもんだ。永遠帝がまた何か企んでると思わないの？迷いの竹林に他にも未知の大物妖怪がいたっておかしくない。お前のご主人様のレミリアだって、生き肝狙いで参加してるんだろ？お嬢様は考えの深い方だけど、今回は少しちょとつ盲信気味に思えて。さあ、永遠帝主催、大肝試し大会、お次の方、スタートです！お、私の番だ。さすがは不老不死の怪物といったところかしら。吸血鬼か。黙って通り過ぎれば見逃してやったものよ。せいぜい数百歳のひよこ、不死の私と勝負できるなどと思い上がるなよ。私は高魔界の主、レミリア・スカーレット。その自信が本物なら、これが幻想郷の頂上対決ということになるかしら。さあ、お前を倒し、その生き肝を手に入れてやるわ。不老不死の怪物がどうっての、あれも作り話なんでしょ。それは演出じゃないのよ。元は普通の人間でも、千年も生きれば、いろいろ妖術を身につけて、大妖怪さながらの力を持つこともあるわけよ。ちょっと待ってよ。不老不死になっても、人間は人間じゃない。はぁ、やっぱりこれ巫女の案件な気がしてきたわ。心配しなくても、あいつはあなたに守ってもらうような玉じゃないわよ。そもそも、あいつの生き肝なんか食べても、不老不死になんかならないし。はぁ、やはり全部嘘だったのね。このウサギが吐いたわ。あら、バレちゃった。
一生うち